ヤポナハタは、ウクライナで、寿司バーや寿司レストランを展開する、外食産業チェーンである。寿司バーのネットワークは、キエフ、リビウ、ドニプロ、リバーノフランキーウシク、ハルキウで展開している。ネットワークの得意なハイライトは、日本の文化や生活様式を完全に反映した9つのテーマホールを抱えるリビウの5社のヤポナハタである。ヤポナハタ初の寿司バーは、2004年、 キエフの独立広場にあるショッピングセンターグローバスにに携帯で登場した。2011年2月の初めには寿司バー19店舗と寿司レストラン9店舗の2つの携帯で28店舗が展開しており、これはウクライナでチェーン展開する寿司バーとしては最大規模である。ヤポナ旗は同社の Facebook 公式ページに対するいいねボタンを掲載する。 理科範囲サービスに基づく QR コードを使用した初めてのレストラン事業者となった。2014年からゴーフリブニャがウクライナ軍への義援金として寄付される愛国メニューが存在する。2014年11月、ネットワークは33店舗に拡大した。ありがとうございます。